Hello， 大家好，我是日本妈妈早奈惠，但是我的儿子叫秀叶。棒！大家好，小狗，大家好。ちょっと鼻くそほじらっといてよ。シュヤ今日はシュヤと一緒に赤ちゃんの通信教材のチャレンジベイビーについて本音でレビューをしたいと思います。まずチャレンジはベネッセという日本の会社が提供している子供向けの教材なんですけど、0歳から入会が可能です。厳密に言うと生後6ヶ月から教材がお家に届くようになるんですけど、その前から入会が可能です。うちの息子修也は生後5ヶ月の時に入会しました。まあ結論から言わせていただきますとすごくいいと思います。この動画企業 PR でも何でもないんですけど普通にいいと思います。修也くん何がいいところやと思う？うんまず一番に子供が何よりそのおもちゃを気に入って遊んでくれるっていうところが一番いいところになるんですけど、毎月おもちゃと育児雑誌とあと絵本が1冊ずつ届きます。でチャレンジベビーに関してはその子供の月齢に合わせて届けてくれるのでほとんど外れがなかったです。でまあ唯一あんまり興味を持ってくれなかったのが布絵本とあとルーピングコースターと起き上がりこぼしがちょっとイマイチだったんですけど、まあでもこれも本当にその子によってハマるものが違うので人によると思います。逆にすごく気に入ってたのがくるくるキューブと木のカチカチ積み木セット、あとねあのカップはすごい長い間お世話になりました。それから絵本はもう全部大好きです。もう全種類めっちゃ読んでた、読み倒したと思う。修也くんはで月齢が上がるにつれて仕掛け付きの絵本とかも増えてくるので、あ読んでほしい、ちょっと待ってねでね息子もなんかすごい気に入ってるので何度も何度も読みました。多分ねもう中身記憶してる。はーい、はーい、うんうんうん、そう1歳過ぎた今でも読んでます。ひよくんこれが一番好きやね。えひよくん、うん、これが一番好きやね。立って立って、あれくまくんが森で大きなイチゴを見つけたよ。うさぎちゃんそのイチゴ取って取って。うん、イチゴどこ行った？やくんイチゴ取って取って。イチゴ。うん。はい。今度は大きなバナナを見つけました。高くて取れない。あ取れました。でまあ私はもう第一子だったのでとりあえず何を買えばいいかっていうのが分からなかったし、コロナで自粛中っていうのもあったので家にいながらその子の月齢に合わせておもちゃが届くっていうのはすごく助かりました。あとはねやっぱり産後とかになってくると体もだるいし体力も戻らないし、そのおもちゃ屋さんに出かけるのもしんどいっていうのもあるので、第一子でしかも何買えばいいか分からないっていう人にはおすすめです。そして気になる値段に関してなんですけど、これは子供の生まれ月によって教材が届けられる回数が違うので値段も少し違ってきます。もし仮に2021年5月生まれですぐ入会したとすると、生後6ヶ月の11月から教材のお届け開始になりまして、生後1年10ヶ月の2023年3月まで計17回受講します。で月払いであれば2074円、一括だと3634円、まあ、月々で割ると1802円になりますね。なのでまあ一括払いの方が断然お得になります。でね、修也の場合は2月生まれで計8回しか受講がなかったんですよ。なのでまあ一括で支払いしまして、15,928円でした。で今はもう4月からチャレンジプチの方に移行しまして、これはまあ1年間12回の受講で一括で 23,760円支払いしました。もし月払いであれば月々2,379円になります。まあとりあえずチャレンジはベビーであってもプチであってもだいたい月々2000円前後で受講することができます。でね、日本だと絵本って一般的に売られてるものってだいたい800円とか
900円ぐらいするんですけど、おもちゃもね、だいたいまあそこそこのクオリティだと1000円前後するんですよ。ものによるんですけど。でまあプラス育児雑誌がついてくるので、値段的にはまあ妥当な値段じゃないかなっていうふうに思います。でまあここまで聞くと全然デメリットがないように聞こえるんですけど、今からデメリットをお話しします。めちゃくちゃかなり個人的な意見なんですけど、正直に言うと、まず私はしまじろうがあんまり好きじゃなくって、まずね、彼は虎じゃないですか。うさぎとかなんか、なんだろう、猫とかクマとかだったら可愛いなっていうふうに思うんですけど、虎かみたいな、なんか虎ってあんまり可愛いイメージないなっていう。しかもなんか結構いろんな場面で出てくるので、ちょっと飽きるなっていうのが私はあるんですけど、まあ、息子はすごいしまじろう大好きです。そして2つ目、おもちゃに関してなんですけど、全然写真映えしないです。今ね、結構インスタとか見てると、すごいくすみカラーのおもちゃってすごい流行ってるじゃないですか。ああいうおもちゃだと写真撮ったりとかしてもすごい映えたりするし、インテリアに馴染んだりするんですけど、こういう原色系のおもちゃって主張が強いので、写真撮ってもおしゃれにあんまり見えなかったりするんですよね。まあ撮り方にもよるんですけど。ただし、あ、ゴリラのモノマネしてんの、しょうご、ウフォ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 。ただし、おもちゃの色っていうのは赤ちゃんの脳の発育にすごく重要なポイントになっていて、人間の五感の中で一番情報量が多いって言われてるのが視覚で、全体の 80% を占めているっていうふうに言われてるんですけど、赤ちゃんは視覚から色を通して脳に刺激を受けて感受性を育んでいくので、一般的なおもちゃでも結構カラフルなおもちゃが多いと思うんです。なのでまあ映えないんですけど、色が鮮やかなおもちゃっていうのは赤ちゃんの脳にとってはすごくメリットのあるものになってます。あとなぁ、チャレンジのデメリット何かなぁ。なんかね、いろいろ考えたんですけど、大したデメリットないんですよ。結構、これといってデメリットないですね、あんまり。なので、まあチャレンジベイビーに関しては全体的に満足してます。で、今はチャレンジプチの方を4月から継続して受講してるんですけど、まだ1回しか受講してないので様子見です。最下でね、英語の教材も別で受講し始めたんですけど、解約したいなと思った矢先、息子がめちゃくちゃハマり始めて、これがね、チャレンジプチの4月号のやつなんですけど、おしゃべりトランクって言うんですね。で、このコインがいくつかついてくるんですけど、これをバンこのね、中に入れると、めそう、最近このおしゃべりトランクで学んだことが羊の鳴き声、すんごいハマってるね。あとこれのすごいところが、こっち側から入れると英語版が出るんですよ。すごいバイリンガルになってる。音楽も鳴るんです。まあこういうおもちゃって普通に、まあ売ってないやつなんですけど、こういう感じのおもちゃを買うとしたら大体まあ2000円ぐらいはするじゃないですか、日本だと。なのでコスパ的にはすごくいいなと思います。子供がハマるとやっぱりちょっとなかなか解約しにくいですよね。本当になんかうまく作られてるなって思います。でまあ今回お話しした内容は日本バージョンなので、海外のはちょっとよくわからないんですけど、まあ気になる人は始めてみてもいいんじゃないかなって思います。でもし日本に住んでる人で入会したい人は、お友達紹介制度があって、前も何回かフォロワーさんから連絡が来て紹介したことがあるんですけど、まあそれに関しては説明欄に書いておきますので、また見といてください。以上、しゅうくん終わった。みんなにバイバイって言うよ。おいで、はい、バイバイ、バイ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 、バイ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 。いないいない。